私の実家であるところの八百屋さんに着いたよ。こんにちは。さあ君たちにも甘いお菓子をあげよう。うわあ！全身で怪しいお兄さんを表現してる人出た。リンゴ、この人は確かに怪しくてアレな人だけど敵じゃないよ。僕はレムです。怖くないよ。あなたたちの世界の人たちって全員テンションが独特すぎるんですけど。さあここでせっかくだから甘いお菓子争奪ぷよ勝負大会を開催するよ。調べているのかい？ええ、学校上空にある空間の歪み的なものはまだあのままなんです。詳しい原因はわからないけど、何者かの意図は感じるね。僕も君たちについていくよ。いろいろ気になるし。このままだと元の世界に帰れないしね。おじゃー、全部解いちゃうよ。オンゴープンヌー。わっ、見たことのない生き物。これは
ドド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 。先輩、落ち着いてください。怒ってるんですか？いや、安藤リンゴくん、普通に喋った。あの骸骨3人組が福引きの順番を守らないのだ。あちゃー、その3人組は、あちゃお茶緑茶、コンパクトにまとめてきた。レッツぷよ勝負。ところで、あなたたちに聞きたいんだけど。何でも聞くなよいぞ。今回の出来事、空間の歪み的なものを起こしたのは君たちなのかい？そんなわけないだろ。じゃあそんなわけで、忙しいゆえさらばじゃ。おや、向こうの方でどこかで聞いたことのある声がするよ。行ってみよう。向かないよ。